どうもアトランティスです。えー、と今回はですね、まあ、今今日が、えー、と9月の9日の月曜日の夜中の11時過ぎぐらいになるんですけれども、えー、と今回はですね、えーとまあ、レイカちゃんの卒業について話していきたいなと思いますで、えー、レイカちゃんの卒業公演ですね9月1日にありまして神宮でそちらのまあ ライブビューイングなんですけれどもそちらのまあ、レポート動画も以前にあげましたあげたんですけれどもまあそれとはまた別にそのいがちゃんの卒業について少し話していきたいなと思いますで、えー、と僕がまあその時も言ったと思うんですけれども、まあ、乃木坂を好きになって今年でもう5年目とかになるかなまあある4年ぐらい経ったんですけどもまあ まあ、きっかけに乃木坂を知るきっかけになったのは生駒怜奈ちゃんなんですけども生駒ちゃんはも,もう去年4月ですね、まあ、卒業されてで、まあ、その知るきっかけとなったのが、まあ、AKB48 との兼任の時ですね僕はもともと多分以前にも言ったと思うんですけれども AKB グループが好きでしのファンでして。 でまあ、そちらの方でまあ、乃木坂46というグループができたということと、まあ、存在自体は知ってたんですけれども、まあ、詳しくは知らなかったんですよね。でも、まあ、そこでまあ SKE の松井玲奈ちゃんと乃木坂の、えー、と生駒玲奈ちゃんが交換留学ということで生駒ちゃんが AKB グループを兼任することになってで、えー、と松井玲奈ちゃんが SKE と、まあ、乃木坂46を兼任するということで、まあ、そこでまあ まあ、生駒ちゃんを知ってそこから、まあ、乃木坂46という存在を詳しく知るようになりましたでまと、あ、も AKB グループを好きだったということもありましてまと、あ、もアイドル自体はすごく好きで、まあ、曲とかも聴いてましたしでまあ「ミュージックステーション」とかですね音楽番組に AKB グループが出るときはまあどのグループですね AKB48 含め SKE NMB、HKT という形で出てる時はしっかりと、まあ、見れる時間帯ではありましたし何もなあのバイトとかもしれなかったんで、まあ、普通にほぼ毎回ぐらいの感じでチェックしてましたしで中学時代、まあ、高校の、まあね、1年生2年生ぐらいの時までは、まあ、そういう音楽番組ですね、まあ、あのこういう夏休みとかの時期になりますと お昼とかから12時間とかね11時間とか長丁場でやる音楽番組はもちろん頭から最後まで見てましたので乃木坂46とかまあのそういうパフォーマンスみたいを見てましたのであるなんとなくは知ってたんですけれどもまあしっかりとねファ,ンになファンと言いますか 楽曲自体を詳しくとかメンバーのことが全く知らなかったので,で、まあ、生駒ちゃんがきっかけで乃木坂46を知りましたでまあレイカちゃんがキャプテンということでう、まあ、そこから知っていきましたしまあそのレイカちゃん自体自身もね普段はねファンとかメンバーの方からポンコツポンコツと言われながらもしっかりねまあ オンとオフの切り替えができるという言いますか、ね、グループをしっかり締めるところは閉めてでまたねそういう何て言うんですか場を和ませることもできる、ね、キャプテンだったと思いますでまあ、ね、レイカちゃんがまあこれまでの,まあそのアイドルグループのキャプテン像っていうのを変えたんじゃないかなというのは個人的に思います それま,で、ね、まあ他のねいろんなアイドル、まあ、グループとしての多分アイドルのスタートになったのは多分モーニング娘。だったと思うんですけれどもその時のキャプテンというその,ポその役職があったのかどうかは僕はわからないんですけれどもまあえー、っと性格と言いますかそのグループを占める役割としてはやっぱその中澤ひとみさん やってたのかなが多分僕はすごい印象的でまあその人がグループ自体をしっかりまとめていたのかなって思いますでまあその AKB グループも、まあ、初代キャプテンということで、まあ、高橋みなみさんがいまして高橋みなみさんもどちらかというと、まあ、しっかりグループをまとめるような、ね、引っ張っていくようなタイプだったと思いますしでと でそこから引き継いだ横山結衣さんですねもうその高橋みなみさんタイプのしっかりそのグループをまとめて引っ張っていくようなタイプのキャプテンだったと思うんですけれどもでその乃木坂46のキャプテンは元になってしまうんですけど今,今では、まあ、レイカちゃんっていうのはが、ねまあ、本人にと,とってはまあ失礼にあたるのかもしれないんですけれども。 まあファンだったりとか、ね、周りのメンバーから見る感じにはやっぱりそういうしまあですねもちろんしっかりするところはしっかり締めてくれるんですけれども、まあ、どちらかというとまあねふんわりしてる感じのなんかこれまでの,そのアイドルグループのキャプテンとしては少し違うのかなって個人的には思いました。で けやき坂46のキャプテンの、まあ、菅井優香さんも、まあ、どちらかというとレイカちゃんみたいなタイプの雰囲気がありますしけやき坂46には、まあ、副キャプテンという唯一の役職がありまして、まあまあ、森あかねちゃんなんですけど、まあ赤ねに関してはどちらかというと、まあ、菅井様とはちょっと対照的で、まあ、これまでの。 たかの AKB グループだったりとかのキャプテン像に近い、まあ、しっかりとした周りを締めてくれるような副キャプテンじゃないのかなと思います。で、まあ、日向坂に関しましては、えー、と佐々木久美さんですね。佐々木久美さんもどちらかというと、やっぱりレイカちゃんタイプっぽい感じが、そのふわっとした感じがするので,で、もちろんしっかりキャプテンとして、ね、グループをまとめてくださってるとは思うんですけれども。 やっぱりそのね番組で見る限りではふわっとしたそのねレイカちゃんっぽいタイプのキャプテンじゃないかなって僕は思いますでまあねレイカちゃんがいたからこそまあその今の乃木坂がありこれからの乃木坂があるんだと思うその基礎を作ってくれたんじゃないかなっていうのを思いますその乃木坂46っていうグループの基礎を作ってくれたメンバーじゃないかなと思いますしで新しく就任されたまあ 秋元真夏さんです、ね、も、まあ、どちらかというとみんなからいじられるタイプのキャラなので、まあ、レイカちゃんに似てるのかなっていうのはありますしまたそういう方がまあキャプテンをやることによって乃木坂46のまあ雰囲気といいますか、ね、これまで気づき7年 8, 8年で8年目に入られたので8年間作り上げてきたグループの形っていうのがあるんじゃないかな と思います。まあ、正直な話をしますと。とまあ、1期生から1期生にそのねキャプテンというバトンが渡されるっていうことは僕は正直びっくりしてます。正直、僕はまあ2期生だったり、3期生の中から、もしかしたらキャプテンが出るんじゃないかなっていう予想をしてたので、またそのキャプテンの予想動画も出してるので、よかったらあの概要欄とか。多分その画面の右上の i のマークに。 ピョンって出てくると思うん、ね、で、こっちの方に出てくると思うんで、そちらの方に貼っておきたいなと思いますので、よかったらそっちからち動画見てみてくださいと思ってたので、まあ、個人的には、まあ、キャプテンが、まあ、マナスタンになったっていうのは、また何か意図があるのかなっていうのは思いますし、で正直、マナスタンも、えっ、ー、と、バイヤンの1個下なんで、今2、現在25歳ですね。まあまあ、あと何年 ね、そのグループにいらっしゃるかわからないんですけれども正直な話僕はあと年で変わると思います早くて多分2年ぐらいだと思いますけれども2000年の間に、まあ、真夏さん、まあ、いずれね1期生、まあ、どの何期生の、ね、1期生2期生3期生4期生どのメンバーもいずれそのグループから卒業する時期っていうのは来ますしそれがまあ タイミングが遅いいいののかか早っていうで、ね、もう先のことなんで僕たちは分かりあの予想することもできませんしまあその卒業するしないっていうのは本人が決めることなので僕たちは何も言えないと思いますけれども、まあ、年齢的なことも考えるとあと2年か3年ぐらいで多分キャプテンはマナスさんから次のメンバーにという形で変わってくるんじゃないかなとは個人的には思ってます。 まあその運営側としましてはまあ早く2期生3期生4期生を育てていきたいっていうのもありますしでもまだ育って現状育っていってないっていうのがあ,りますあるのでまあ今回のまあキャプテン1期生真夏さんっていうのは仕方なかったのかなっていう個人的には思ってますね。あと2年もすれば3 2期生あたり2期生のメンバー誰かが1人ですね僕はもう多分山崎怜奈ちゃんだとう,もうその前の予想動画の時からずっと言ってるんですけど山崎怜奈ちゃんがおそらく次のキャプテン、まあ、選抜入りキャプテンということになるんじゃないかなって思ってますしもし3期生であればそうですね梅澤美波ちゃんあたりがなるんじゃないかなっていう個人的には思ってますでまあ ちょっと話は変わってしまうんですけれどもえっ、ー、と次のシングルですね「夜明けまで強がらなくてもいいが」が、まあ、発売されまして僕はまだちょっとお,お金がなくて買えてないんですけれども近々そうですね早いうちにその開封動画をあげれたらいいかなとは思ってるのでよかったらその開封動画が上がったら動画も そちらの方の方動画今回はちょっとこんな感じでレイカちゃんについて思うことを少し話してもらいました話させてもらいましたけれどもこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。でまた、えー、と学校とか友達とかその乃木坂の好きな友達とかいる方はまあ僕のことをどんどん広めてもらって紹介してほしいなと思いますし 僕に対する意見とかコメントとかね、ある方は、あのコメント欄に書いてもらって全然大丈夫ですし、僕も全てコメント見を通して、返信、あの、ね、できるものに関しては返信したいなと思っているので、どんどんコメント書いていってください。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。